皆さんこんにちは、みのりんです。本日はですね、カードキャプターさくらの一番くじが出ました。本当に今日 Now Now もうね、セーラームーン、カードキャプターさくら、お邪魔女ドレミ、全員私のヒーローです。もうみんな大好き。そのさくらちゃんのなんとコスメモチーフの一番くじがまた出ました。またっていうのは、前もね何回かコスメモチーフは出ていると思うんですけど、その度に私なんかね買えなかったんです。前回は確か私ちょうどアメリカに帰っていて、なんかねうまく合わなくって買えなかったんですけど、今回出たので当日の朝一に1万円分やっていきたいと思います。なんかね、私一番くじなんとか引いたことがあるんですけど、朝一に引いたらかなり運が良かったので、今回も朝一に引いていきたいと思います。それでは早速行ってみましょう。その前にパッと今回の一番くじのラインナップを見たいと思います。はい、こちらが今回のラインナップなんですけど、A 賞がすごい、なんとアクセサリースタンド欲しい。そして B 賞はこちらのふわふわブランケット、これまた可愛い、さくらちゃんが可愛すぎる。そして C 賞、これねすごく欲しいんです。本の形をしているんですけど、なんと小物入れでメイクブラシとか入れたりコスメを入れたりすることができる、めちゃくちゃ可愛い収納ケース、欲しい。これが一番欲しいかもしれない。そして D 賞です。ポーチはねいろんな使い方ができるので。そして E 賞、クリアメタルチャームです。透き通っててキラキラしていてレジンみたいな感じかな。そしてこちらの F 賞はハンドタオル。 G 賞は、あ、G 賞もすごい、全部で8種類あるんだ。最後のシークレットなんだろう、このシルエットだけ見てもわからない、誰だろう。そして最後の賞、ラストワン賞はまたまたブランケットなんですけど、今回は青色ですね。青色も素敵なんですけど、本日は朝一で買うし、ちょっとこれをゲットするのは難しいかな。じゃじゃん、いいものゲットしちゃいました。ちら、まだ見せられないですよ。それではね、手元のアップでどうぞです。ではどれから行こう。ラストワン賞はゲットできませんでした。まあ、当然なんですけどね。 G賞はね、じゃじゃん、こちら G 賞です。 G 賞4つゲットできました。でもこの中に何が入っているかがわからないんですよね。全部で8種類あって、1つがシークレット、これね一旦横に置いて後で開けましょう。でその次は F 賞です。 F 賞はじゃじゃん、2、3、4、全部で4種類全部ゲットです。ちょうど全部ゲットできました。で1つずつ見ていきましょう。なんといってもやっぱりこれですよね。これが一番可愛い。素敵、綺麗にプリントされていますね。さくらちゃんのハンカチ、今回も特別なデザインだそうですので、今しかゲットできませんよ。あ、これはねモコモコしていてね、タオルみたい。こっちとはまた全然素材が違うから、ハンカチとして使うのであればこっちの素材の方が全然使いやすい、実際に使うのであればこっちの方がいいかもしれないです。ここのワンポイントが可愛い。そしてこちらは2つ目と同じ素材のタオル、使いやすいやつ。そしてここにワンポイントの杖があります。いいねいいね。そして最後にあるのがこちらのハンドタオル。はい、これはね、これは最初と同じ素材で、さくらちゃんの可愛いプリントがどれもいいから全部4つゲットできて超嬉しい。というわけでハンカチはコンプリートです。次はクリアメタルチャーム E 賞、こちらは、はい、2つゲットしました。全部で6種類あるんですけども、やっぱりねこれですよ。これ、おすごいすごい、じゃじゃん、本当だ、クリアだ。え、かっこいい。こちらのメタルチャームはさくらちゃんの杖なんですけども、やっぱりね私にとってさくらちゃんといえばこちらの杖、レディースこれだよ。これかなりしっかりしていて高級感あります。すごいクオリティいいんだけど大満足。私ね過去に2回さくらちゃん描いているんですけど、だいぶ前に描いてるな、超古いイラストで申し訳ないんですけど、やっぱり両方ともねこちらの杖で描かせていただいております。やっぱさくらちゃんといえばこれでしょう。というわけでもう一つの杖の方はこちら、これもねゴージャスだわ。やっぱこの透けてる感じがいいですよね。高級感が出ますし、細かいところまですごい綺麗に丁寧に作られています。個人的には一番思い入れのあるさくらちゃんといえばの杖がゲットできているので大満足大満足。バッグにつけても可愛い。 E 賞まで来ましたので、続きましては D 賞、じゃじゃん、コンプリート。3種類あって3つコンプリートしちゃいました。じゃあ全部開封しちゃいます。もこもこや。はい、というわけでこちらの3つ、これねすごいもこもこしています。柔らかで、なんかね綺麗にねリボン結んであるので、ほどくのがもったいないぐらいなんですけど、はい、こんな感じで
めっちゃ開く思った以上に開きました。ピンク色のリボンのとっても可愛い。結べると口が広い巾着なので何だって入れられます。何にだって使える。コスメとかにもいいですし、生理用パッドとかアメちゃんとか入れてもいいですよね。でやっぱりこれかな、ケロちゃんとスッピー。たこ焼き、たこパーしてそう。あとこれはハンカチと同じデザインですね。やっぱりこの中ではこれが一番可愛いかな。皆さんはどれが一番好きですか。というわけでこれが何賞だっけ。これが D 賞です。続きましては C 賞。 C 賞が一番欲しかったやつ当たったのか。じゃじゃん、なんと2つも当たっちゃいました。これすごくない。これはね、いくつあっても嬉しい。小物入れとしても使えますし、収納大事だから。これは1種類しかないので両方とも同じものです。こんな感じで横にねリボンがあるので開けちゃいましょう。横のところもね本当に細かい線が入っているので本当に本みたい。で開けますと、じゃじゃん、さくらちゃんがいる。すごい素敵な収納入れ。これですよ、これ。大きさ的に持ち運びもできます。ペンケースとしても使えますし、何だって入れられますね。コスメも入れられますし、収納したい時はこうやって立てて収納することもできるので、こんな感じで、まるでね、本があるような、お部屋の知能レベルがアップしそうな素敵なアイテムです。これ本当に何個当たってもいい。こうやっていっぱいたくさん置いて、飾りたいし、収納にもなるし、一石二鳥。私のパソコンルームに置きます。こうやって書類とかも、あ、領収書入れようかな。いろいろと入れられるものあるので、こうやって立てて置いて収納できるって素晴らしい。やばい、これが一番欲しかったのですっごい嬉しい。2つも当たって大切に使おう。続きましては B 賞は当たりませんでした。まあね、まあ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 、可愛いブランケットは当たりませんでした。ですが最後にもう一つ残っています。 A 賞。 A 賞は、はい、当たりました。 A 賞ゲットです。おー、A 賞ゲットしちゃいました。これすごくない。 E 賞とか G 賞とかもすごく素敵なんですけど、 A 賞やばい。650円でなんとこちらの素敵なアクセサリースタンドゲットできちゃいました。すごい、やば。でもこれを開ける前に、その前に G 賞いっちゃいましょう。 G 賞のアクリルチャーム4つ、こちらを開けていきましょう。シークレットは誰だろう。これでシークレットが当たったらすごいんだけどな。というわけで1つ目はじゃじゃん、あきほちゃんとカイトくんですね。あきほちゃんね、みのりんが恋してるんですよね。親近感、しかも帰国子女、親近感。これも可愛いカップルです。でもね、やっぱりね、さくらちゃんとシャオラン、シャオランですよね。あ、ともよちゃんもいいですよね。どれも可愛いな。でもシャオランかな、シャオランのが欲しいな。2つ目、どうでしょう。なんか綺麗に開けられない。あとはシークレットが欲しい。せーの、じゃじゃん、ともよちゃんとさくらちゃん。もうこれは絶対のカップルです。これは嬉しい。もうこれはね、みんなが大好きなカップルなので仲良し。いいね、いいね。まだかぶりはないですよ。いいですね、いいですね。シャオランはゲットできるか。せーの、3つ目、じゃじゃん、かぶっちゃった。まあ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 、そういうこともありますよね。そして最後の1つです。シャオラン、シャオラン出てきてほしい。じゃん、まさかのダブリだよ。ダブリダブリ、両方ともダブっちゃった。ということは1つ使う用で1つは保存用かな。こちらの2種類ゲットしました。というわけでこちら開封していきましょう。 A 賞。出てきた。すごい、プチプチがついてきます。楽しい。すごい細かい。一周させます。じゃじゃん、ドレスの細かいところまで素敵なんですけど、ほらこことか透明、後ろのねここも透明なんです。細かい、うん、しっかりしています。ちゃんとね重みがあるので心配ない。でここにこうやってネックレスとかアクセサリーを引っ掛けることができます。せっかくだからこうやって、ほらもう全然大丈夫。かなり頑丈で可愛い。あ、いいねこれ見てこのフリル、すごい細かいんだけど、リボンが大きくてこれは素敵ですね。リボン半透明なんだ。というわけでなんとなんと A 賞当たっちゃいました。皆さんいかがでしょう。あとちょっと告知をさせてください。3月1日にのっていやボンボンの皆さん、そして他のクリエイターさんと一緒にオフ会を開くので、ぜひぜひチェックしてください。概要欄に詳細を載せておきます。大阪でお会いしましょう。じゃじゃん、というわけで A 賞ゲットできちゃいました。素敵すぎる。というわけでこちらに、あとね
やっぱりこれ、こちらの本の収納、これもすごく嬉しい。こうやってね、置けば絶対に可愛いので、全部作業室の方に置きたいと思います。お仕事はかどるでしょう。一番くじってすごいですね。そして私はね、当日の朝一に買いに行くと必ず A 賞が当たっているので、今後も欲しい一番くじがあれば多分当日の朝一に買います。皆さんもぜひぜひチェックしてみてください。というわけで本日もご視聴いただきありがとうございます。また次の動画でお会いしましょう。バイバーイ。本日もご視聴いただきありがとうございます。こことここに昨日の動画とおすすめの動画を載せておきます。あとね、Twitter とインスタもやってるので、ぜひぜひフォローお願いします。それではまた次の動画でお会いしましょう。バイバーイ。